お父さん通れまっか。いける、はい、すまへんな、ちょっとその興奮を取りに来たもんでね。はい、じゃあちょっとここ見ますからね。はい、ちょっと待ってくださいよ。これはね、北今市5分と2、5分でございます。柏市のね、北今市は30メートルあったんですけどね、はい、現在もここにね、一部してありますけど、あ、これ1、5分、2、5分やから、おそらくね、古墳としては2基あったんだろうね。石図が2基あるんですけど、ここにね、下がベトベトよね、ちょっと濡れてるね。長くもあるしね、これもなかなか大きいんですけどね。蓋の石がこれ3つで蓋が出たのかね、こっちが2つかね、3つかね。これはちょっと初めて見るね。はい、ありがとうございました。今1時5分、2、5分でございました。ピンクに染まってますよ。これ全部ピンクになるとものすごく綺麗なんだろうね。かわいいね。最高に綺麗ですよ、これね、ピンクは。こうやったらね、4色ぐらい見れますが、ピンクと茶色とグリーンと、それから薄い黄色まで見えるかな。最初はこんな色なんですね、最初はこんな色。それがね、どんな色なのかな。北1枚1号本、2号本。ああ、向こうのはね、1号本やったよね、2号本ここやね。はいはい、うん、勘違いしてたね、さっきのはね、はい、これが2号分でございます。1号分の大きな石棺とね、小さい石棺が2基あって入ってたね。同じやり方やね、3個にね、分かれてますよ。だから3つやね。全部で3基ですね、あれ1号本と2号本とね、分かれて1号本には2基で、2号本はこの1基だけですわ。はい、ありがとうございました。